ミシェル・ドブレはフランスの政治家。シャルレ・ド・ゴール政権にて初代フランス首相を務めた。1912年1月15日にパリ7区にて医師であるロベール・ドブレの子として誕生する。父のロベールは元はユダヤ教徒であったが結婚を機にカトリックに改修したと言われる。名門のパリ政治学院とパリ大学を卒業する。第二次世界大戦中は シャルル・ド・ゴールの同僚として活躍した。戦後は、ド・ゴール派に参加し、1958年に、司法省、1959年に、区首相1966年に、経済財政省、アンボワーズ市長、1968年に、外務大臣を歴任した。また、ド・ゴール辞任後に、ジョルジュ・ポンピドゥ政権にて、国防大臣を務めた。また、ドブレは、 第5共和制の基礎確立に努め、憲法評議会議長として憲法制定に尽力した。1981年フランス大統領選挙に立候補したが、第1回投票では1.66%しか得票できず惨敗した。家庭的には、ドブレは万産、フランスはベルナール、ジャンルイの4人の息子を設けた。なお、系譜については、ドブレ家も参照してほしい。 ありがとうございます。